さあ今回はビルド&グローというゲームを遊んでいきます。さあこのゲームはね、こう建物を配置していって、そのスコアでね、さらに、街を大きくしていって、まあそのスコアが続く限り、こうね、どんどんマップも拡張して、街もね、これ多分各地名前があるんですけど、こういうのが増えていくと。そう、リラックスした街づくりゲームだね。スコア方式のゲームです。で、まあ、もっとリラックスしたモードとしてサンドボックスもあるんですが、まあ、まずはね、フリープレイで、ルールにのっとってやっていきますか。とりあえず変えなくていいですよね。なんか、広がる上限もありましたけど。さあ、ファイヤーウォッチと、ファイヤーウォッチか。眼録されてよと。何に反応してなんですかね。まあ、これが最初のエリアで、これを広げていく、まあ、マップはそうか。ここに木があるわけですね。ハウトゥープレイとしては建物をこう置いていくよと。で、そこでポイントがゲットできるわけですね。それで、島を大きくしていくと。で、それを大きくして。で、ポイントを稼いで探索して、新しい資源見つけて、このハンマーでぶっ壊してと。まずは建物を置いて広げることをやっていきますか。さあ、家は、置くだけで2ポイント。このポイントがこの右下のね、スコアに反映されるんで。左上も水なのかな？あんまり置けそうにないね、これね。アンロック。公園と畑ね。お、発展したね。まあ、家はこう近くになることでね、シナジーを生んでるんで。あ、街になったね。エルゾルンかな？ハウス。ファイヤーウォッチ。あ、こういうね、街に関係ないというか、産業系のものはマイナスなんですかね。ここに置くとプラス7か、でかいね。さあ、木こりが増えましたが、畑。畑置けないね。家を固めよう。あ、ホールド変えれてますね。一回変えちゃうと無理かな。パークを今ホールドします。サウミルなら一応、プラス、あ、木から4で、この建物自体ならなくて、上から1マイナスで3と。ホールドしてますが、さあ、なんて書いてあった今。港系かな。あ、買っていけるね。まあ、いけたとこでですけど。あ、これタブで入れ替えれんのか。まあ、これ一回入れ替えちゃうとそのターンというかね、そこではできませんが。狭いね。これはあ、水だね。シーポートって書いてあるのか。どこで金だろうなってずっと思ってましたけど。プラス9ならいいんじゃない？さあ、来た。これで買えるよと。うわ、そんだけ？小さいね。左、あ、あと3回いけるね。ちょっとこれ左じゃない？と思ったけど、その水結構でかいんだね。上と、もう1個上行くか。さあ、次54でいけるよと。まあ、このポイントで、ここ本当にそのポイント一周しないと拡張できないんだね。結構詰め込んでたんでね、危ないかなと思ってましたけど、危ないですね。畑はなんだ、これ何に置くんだ？反応がないですね。畑捨てたいな。で、パークを置きまして。パークは家と木なんで、まあ木でも最悪いけるけど、そんなにないね。家、まあ悪いけど、まあ。一応ね、プラスなんで。11か。地形が結構これ悲惨じゃない？ハウス。ハウス。上に置くかな。これは公園とのシナジーもあるよ。街の拡張が続きますね。公園、家。どう？プラス8。来た。もういける。どっか適当に。てか、家しか来ない。家しか来ないけども。畑がま、あ、港か、なんか、なんだろう、連携できるような施設みたいなことかな。なんか自然じゃなくて、ってことですかね。シーポートとの連携ありと。一応言ったけども、これは上と右だね。あー、雪があるんだね。左と上行こう。さあ、ハンマーで何かを変えるとすると、森をぶっ壊すみたいな。ないかな？ないよね。なさそうです。次のターンね、戻しますが、さあ、C ポート来ましたね。この辺、C ポートは、どちらかというと家がいいんですね。てか、施設があると上がるのか。土地があるとマイナスがでかいね、そして。で、水が多ければほどいいんで、これ、角地？なんなら、この左下と真下も水であれば相当にいい地形なんだね。はあ、いや、狭すぎるな、これ。上のこの2のとこ家にすればいいんじゃないの？マイナス2のとこ。ほら、これで稼げましたね。パーク出た。お、プラス9いいね。家から222。右上の北地から3と。さあ、このね、エラゾルンか。エラゾルン。めちゃくちゃ発展してますね。こっち側にも家作りたいな。じゃあ、家というか町というかね。さあ、サウミできましたね。木がないのよ。かぶっちゃうんですよね。でも農地もいらないからホールドして、農地をホールドしてざるを得ないと。さあ、家並べ。あ、家並べパーク来たね。ナイスナイス。さあ、C ポート、これはどう？プラス2程度か。家があれば別にこの2のとこ並べれば、あ、公園ダメなんだね。うわ、しまったな。それがちょっと響きますよ、俺。次が公園なんで。じゃあ待ってよ。サウミルが、せいぜい行ってプラス3。あ、ここと港合わせたら強いんじゃないの？ほら、11。オッケー。これはどうだ？もう右にも行きたい、上にも行きたい、左にも行きたい、下には行かないと。右か左かな、これね。左にしよっか。お、やばい。いらない、そんなマインなんて。あ、これで増えんのね、カードというか。これ壊せないか？これ壊せるだろ、これ、きっと。いらない。新しい資源見つけましたけど、家との相性がね、多分良くないんで。パークは、まあ、この家の周りに置いてあげることで、ここめっちゃ使えるね、今ね。で、パークとパークはダメなんで、もうなんとかね、家で囲めるようにすると。さあ、これだけでかなり稼げてて、この辺の土地が使いづらいな。パークと港は競合しちゃうからね、しかも。で、マインは来たけども、ほら、マイナスでしょ？なくてよかったと思うけども、これちょっと畑と変えるか。畑は何なのさ、これ。港だけなのか。港だけはきついぞ、これかなり。家ですね。これは別の町じゃないのかな。タイトル画面的に言うと別の町としてね、扱えそうですけど。プラス6、8いいね、8。ここ港の可能性、でもここが、そっか。良くないから。なんとかね。置いて、ここ今港置いたら強いでしょ。さあ、左。またマインか、左。上、右と。さあ、ここにね、シーポート、海ではなかったと。そもそも論として。さあ、これは良くないで押しましたね。マイナスはないのかとはいえ。こう左の町がとにかくでかくなってったんですけど。でもここ、町はダメなんだね。ちょっと発展限界来ちゃったわ。ここよりはいけないね。畑も合わないしな。これ、本当に。港で囲う。何かで囲うんだよね。もしかしてこれ置いたら畑のカード組んじゃないの？これ専用のさ。かけるそれに。めちゃくちゃ怖いけど。ほら。来た農地。これでしょ？あ、そっか、置くことでね。クロップ、フィールドね。種まきフィールド。よしよしよし。あー、これで、一応隣接までね、こんな感じか。あー。お、パーク来たよ、久々に。ここだね。さあ、家でこれ今囲います。さあ、どれくらい、あ、てか、だいぶハンマー溜まってますね。ファイアウォッチ。ファイアウォッチは、単純に木ね。さあ、クロップ。さあ、家連打ね。ここまでか、家は。あ、なんか、上出てませんこれ。ルーミーフィールズ。産業になってますね。ここに港があったら強いな。ここじゃない港。ここ。なんとか家広げよう。で、この辺はね、公園で固めるか、じゃあ。公園で固めよう。マイナスはないので。全然港来ないね。にしても。ここら辺はもう正直どこでもいいので、港が欲しいよ。あ、畑だけで、ポイントも得られるんだね。これ33で6。あー、なるほど。大畑じゃない。とにかく畑なのよ、そうなると。さあ、木こりですよね、これね。あ、てかもう広がってるわ。これ下はもうないな。左もないね。めっちゃ上行くか。右上から右上。アンロック、モニュメント来ましたね。記念碑のようなものですか？これ何ですかこれは。てか、マインちょっと使えるな。そういえば。別に、こことか置いたら強いと思うんですよ。ほら、プラス40。こんなものを見逃していたのか。やらかしてましたね。さあ。だいぶね、広がってきたと思いますが、さあちょっと今回ね、まずちょっとルール確認としてね、こういろいろ見ていきました。まあ建物作って拡大して、で、これはまあコンボですよね。コンバインって書いてあるのかな？置いていいもの置いちゃいけないものとかじゃないんですかね。いいものであれば、こう、モアポイントを生み出すよっていうコンボね。で、エクスプロールは今のところ、ちょっとうざいかなと。街の発展を妨げてるかなと。で、デモリッシュはまだしてないね。で、ゲームはもうとにかく広げていくだけでしょ。ね、このまま勢いに乗って、ポイントでね、やってと。さあ、まだね、13分ですか？濃密な時間を過ごしましたので、ちょっとね、次回に続けようと思います。